ロッテの田村達弘、29歳、FA 宣言します。率直な感想。今季、海外 FA 権を取得したロッテの田村達弘捕手、29歳が9日、権利を行使して残留することを明かした。秋季練習中の ZOZO マリンスタジアムで取材に応じ、FA 宣言します。そして残留ですと明言した。田村は、今年、もう一度チャンスをもらって、結果では答えられなかったけど、また契約してもらえたというので、生涯、ロッテで頑張りたいなと。宣言して残留が僕にできる誠意だと思ったと説明。球団にも恩返ししたいと思うし、ファンの皆さんにも恩返ししたいと力を込めた。まだ29なら欲しいとこもありそうだけどね。29でも若い頃からずっと試合出てたから腰ボロだしなぁ。松川一本立ちしたら高知県民でいいぞ。この成績で7000万で FA は高すぎやろ。しかも人的保障ありとか。ランク保証忘れてたわ。確かにお高いな。球団側としても他の FA 獲得に動くなら田村は人的保証リスト対象から外れるしありがたいわな。経験豊富な元勢、保守の中堅選手ってプロテクト使いたくないけど、よそに取られたら面倒な立ち位置やろ。M ライン対して保守の人数カツカツやからな。ドラフト指名したのも二人とも高校生やし。万が一田村を指名されたら佐藤松川柿沼体制で松川鬼軍にすら送れなくなるもんな。岡博美さんも宣言残留でお願いします。